スリー、ツー、ワン、押せ。わー、うわー、うわー、すごいな。おっしゃ、ほら、どうした。はい、こんにちは。マイチャンネルの前原です。はい、今日はこちらですね。うん、ベイブレードバーストのブラッディ・ルンギネス 30JL とガンダムブースターボリューム10です。はい、ということで2018年4月28日本日発売のベイブレードバーストの新しいベータね、うん、ロンギネスがついにメタル化しましたね、うん、あとですね、ランダムブースターボリューム10がなんとお店の制限で1個しか買えませんでした。綺麗だね。これ痛い、これ痛い、うん、これでクラッシュラグナイク、そう、出したいけど難しいね、うん、まあ頑張ってあげていきましょう。はい、はい、続いてランダムブースターボリューム10いきますね、うん、せーの、ほい、頼む、この1回で1回で当ててくれ。せーの、ドン。ロストロンギネス。ロストロンギネスか、残念。じゃあシールなど貼っていきましょう。はい、はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがブラッディロンギネス13ジョルトですね、うん、はい、かっこいいね。すごいね、竜が5匹になったんだね。すごいね、うん、で13もすごいかっこいいディスカだね、これね。おー、でジョルトの方はこのラバー軸がなんと横側にもちょっとぷよぷよってついてるね、これね、うんうん、じゃあセットしていきましょうか。はい、どう、意外に固めかな。固め、あ、本当だ、割と固めだね、うん、はい、こんな感じだね、かっこいいね、うん、でも重心が低いっぽいよね。そうなんだよね、これウェニングバルキリーと比較すると高さこんな感じだね、うん、で、ランダムブースターボリューム10で出たのがロストロンギネス2リーチマージ。そうですね、このリーチが新しいフレームだね、うん、なんで一応新しいパーツはゲットできたけどね。はい、セットしましょう。かっこいいじゃん。赤いロンギネス。いいね、うん、マージもピンクだから合ってるね。そうだね、かっこいい、かっこいい。はい、じゃあシン君、ブラディロンギネスシュートしてみてください。はい、おっしゃ、おお、うわ、なるほどね、結構重いんだな、うん、あ、そうだ、忘れてました、これロングライトランチャー LR、 これも購入しましたね、うん、これはパパが使います。はい、ちなみにスプリガンレクイエムについてたランチャーとほぼ一緒だね、これね、うん、形は一緒ですね、色違いだね。そうだね、ロングワインダーが付属してただけかな、うん、はい、じゃあ早速対決していきましょう。シン君が使うのはブラッディロンゲン13ジョルト。はい、じゃあ私はウィニングバルキリー12ボルカニックでいきます。はい、3、2、1、押せ。おお、あっさりオーバー。3、2、1、押せ。よし、3、2、1、押せ。おお、ゲット。第一撃食らった。いけるいける、まだ、ああ、わかった、嘘。はい、続いて私は Z アーキです。 11 エクステンドできます。はい、ハイアングルモード。3、2、1、押せ。おお、危ない危ない、よっしゃ、逆に追い出しちゃった。3、2、1、押せ。わー、熱い、わー、熱い、うわ、すごいな、威力がすごい、やっぱ、あー、でも無理か、もっと意外と持ってる。おっしゃー、3、2、1、押せ。いけ、あー、やっぱ、うわ、結構重いんだけどね、うん、でも やっぱりロンギネスはスタミナがないのかな。そうだね、あー、そうだね。はい、続いて私はエンペラフォーネス0ヤードでいきます。3、2、1、押せ。おっと、おっと、どうだどうだ、頑張れ。ブラッティロンギネスがあれだね、意外とそんなに強くない印象なんだけど。3、2、1、押せ。なんか本領が発揮できないよね、なんかこうロンギネスって言ったらすげー攻撃力が高い気がしてたんだけどな、今までは。やっぱりダメだね、スタミナがダメです。3、2、1、押し、押し、かわして、頑張れ頑張れ、こういう戦い方なんだろうな。そうだね、まともに当たったらもう終わり、いやでも終わりでもないけど、そんな攻撃したくないよ。いい、頑張れ頑張れ、ファーストワースト、うーん、これはエンペラーフォルネスでしょう。そうだね、しょ。はい、続いて私はロストロンギネス2リーチマージでいきます。3、2、1、押し。新旧ロンギネス対決、あ、どっちが早く真ん中に続くかな。これ意味ないな、うん、追いかけ、お、おっと、おっと、おっと、3、2、1、押し。
したほらどうした3、2、1、押してる。いけ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 、おっとっとっと、おっしゃー、操作された最後ね。じゃあ私はこれ使います。ブラティランギネス13ジョルトですね。僕はウィニングバルキリー12ボルカニックでいきます。3、2、1、押してる。おっしゃー、3、2、1、押してる。おっしゃー、3、2、1、押してる。おっと、これはエイジング、おっ僕は絶対キス11エクステンドのノーマルモードでいきます。はい、3、2、1、押してる。おっらー、3、2、1、押してる。あー、いかん当たんなきゃいけなかった。あー、これはダメだね、うん、ダメだ、勝てる気がしない、勝てる気がしねえ。おお、あれ？いけるのか？いや、ダメだった。シー、ツー、ワン、ボッシュ。よし、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 ダメか。逆バッソ。ダメなのか。当たってるのに、ダメだ。よっしゃ、僕はエンペラフォーネス、ゼロヤードでいきます。はい。シー、ツー、ワン、ボッシュ。よし、よし、よいしょ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 。ダメなの、やっぱりダメ、エンペアフォーネスブレてないもん。あっちゃう、スイーツー、ワン、押してる。よし、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 ダメだ、全然ビクともしない。よいしょ、ダメだ、ダメだよ。おい、おい、ブラッティロンギヌス、スイーツー、ワン、押してる。よいしょ、よいしょ、頑張れ。うわ、ダメだな、ダメだな。うわ、ダメだよ、やっぱりブレブレ、あー負けた。ストロンギネス 2D1 マージでいきます。はい、スイーツー、ワン、押してる。おっしゃー、スイーツー、ワン、押してる。よしよしよし、あー、こうなるとちょっと、おっしゃー、3、2、1、押してる。おっしゃー、いやー、やつバーストできたー。はい、ということで今回はブレブレードバーストのブラディロギンス30ジョルトとガンダムブースターボリューム10でした。はい、ということで今回の動画が面白かったな、気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画はいつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで最後もボスロンギヌス、はい、ということでブラッティロンギヌス、率直な意見としては弱いね、うん、弱い感じがしました。うん、うん、ちょっと改造とかレベルチップとか、うん、そういうものつけて強化していく感じかもしれないですね。そうだね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。